今回はボッチザロックイロハスとコラボに対するみんなの反応をご紹介します。すげー結束バンドさすがや。ちょっとイロハス買ってくる。 CD 出してすらいないのにコカ・コーラからオファーが来るロックバンド。これも確実に中退できるね。企業案件とかもボッチちゃん中退余裕じゃん。さすが世界ヒットバンド。面白いコラボ。ボザロ漫画やアニメ内でも伏線張って回収するんすを。ライブシーンでカタカタ入れてた水これイロハスだよね。これでイロハスが震えてアンプの音が伝わるからすごくいい演出なんだよな。聖火さんと PA さんの前に置いてあったのは予兆だったのか。この夏の時期にコラボとはやるね。しかも夏フェスもあるしイロハスが枯渇しそうな予感。ボッチちゃんはイロハスじゃなくてモンスター飲んでそう。これはモンエのあたりからも企業案件が来ちゃうな。ボッチなんやねんそのポーズ。水なら拾いの出番じゃないのか。アルコール飲料と間違えられたら困るだろ。いつかお酒のコラボも。これだけの尺で4人でわちゃわちゃやってるのにイロハスの紹介をしているのはボッチちゃんだけじゃねえか。キャラは使い回しなのに CG パートだけ新規でダメだった。ボザロの素材の多さにびっくり。ほとんど本編のシーンでコラボ動画作るとは。露骨なイロハスの宣伝文句いう流れで山田の宣伝始める北ちゃんでダメだった。ちょっとだけ新規カットもあって嬉しい。新規カットと新規ボイス草汎用性あるな。素材が多すぎる。素材ありすぎてちゃんとした PR 動画になってるのはラ。コラボ動画の力の入れようが本気すぎて草だった。新規ボイスこんなにたっぷりあるマットとか贅沢すぎるだろ。まあ、新しいマットネタできたんかって思ったら公式だった。公式から出される高級マットイロハスのリサイクルという点から映像もリサイクルだ。公式マット助かる。新規セリフたくさんで嬉しい。コラボアニメ普通にセリフ多くて面白かった。公式マット助かる。皆さんはボザロイロハスコラボグッズは買えますか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。